本作から生まれた実在レスラーのヒート、トーコンヒートはパシフィックセンチュリーサイバーワークスジャパンがゲームボーイアドバンスで2002年12月20日に発売した新日本プロレスを題材にしたプロレスアドベンチャーゲーム、アクションゲームである。2002年8月29日に都内で発表されたトーコンゲームプロジェクトの一つ。アントニオ猪木が直接プロデュースを担当し、 キャラクターデザインは漫画家の島本和彦が務める。小学生プロレスラーのヒートを主人公にするプロレスアドベンチャーゲームで発売前の10月14日に現実の新日本プロレスでもヒートとしてデビューした。ゲームは大馬鹿人として自宅での自主トレーニングや友人との会話、時には覆面をかぶり道場でスパーリングするデイリーパートと 新日本プロレスの興行日程を消化する試合パートで進められる。試合パートは社長から指定される必ずしなくていけない試合日以外はシリーズ中であれば全大会参加も全大会不参加とすることもできる。通信ケーブル対応で他のプレイヤーとの対戦も可能。ライターの赤屋工作はキッズゲームなのにキッズがついてこれなかった。 プロレスファンにとっては随所に小ネタが盛り込まれた神ゲーと述べている。重傷を負った小学生、大場歌人はアントニーを猪木からの輸血という形で猪木イ,イズムを伝承された。以降、歌人はマスクをかぶり、謎のマスクマン、ヒートとして新日本プロレスリングのリングに立ち、実在するレスラーたち、そして運命のライバルたちと戦っていく。主に、 デイリーパートで歌人を支えるヒートの参戦するプロレス団体。蘇生不明なヒートを警戒しつつも応援するヒートの階級がジュニアヘビー級であるため初期の対戦相手となる。ありがとうございます。